さあどんな試合展開になるのでしょうか。オールドトラフォードからお伝えします。スタジアムは素晴らしいコンディションになりました。今日の舞台はオールドトラフォードです。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。プレミアリーグのこの一戦、マンチェスターユナイテッドがベガルタ仙台と戦います。試合前にはどちらの監督からもこの試合への自信が伺えました。どんな作戦を練ってきているのか、この後じっくり見ていきましょう。今日はアウェーチームはどうでしょうか。このチームにとってはここまで残念なシーズンになっています。今シーズンはリーグ中位グループへのランクアップを狙っていましたが、現状はうまくいってませんね。フロントから選手まで全員がプレッシャーにさらされています。こちらがマンチェスターユナイテッドの先発メンバーです。攻撃的な 4-5-1 を採用しました。パスを回して攻めるチームには向いたシステムです。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 ですね。前線に3人のフォワードを並べて相手にプレッシャーをかけます。Thank you, old chap. Enjoy the game. さあ前半開始、マンチェスターユナイテッドがボールを動かします。ドリブルで持ち込んでいます。うまく読んでいましたね。キャメロン・ボースウィック・ジャクソン、このゲームのゲストチームですが、好調な攻撃陣を中心に奪ったゴール数は現在リーグトップの数字です。攻撃陣は自信を持ってプレーしているでしょうね。面白い試合を期待できそうです。チャンスにできるか。ダイビングセーブで止めました。コースを読んでいたようですね。コーナーから中へ、ゴールの枠に行きません。ディフェンスからのプレッシャーでボールを捉えきれなかったようです。ブルーノ・フェルナンデス、アントニー・マルシャル、ボールは相手に渡りました。流した。ユナイテッドがプレーを続ける。ポグバ、シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたか。ここで笛、プレーを止めます。イエローカードです。さっきのプレーに対してでしょう。選手も自覚していたはずです。ブルーノ・フェルナンデス、ディフェンスの前に出た。マンチェスターユナイテッド、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。相手ボールになりました。クロスを蹴るか。マルシャル狙った。難しいシュートでしたが枠を外れます。セルジ・サンペル、何をしてくるのか。フリーの選手がいますが、さあ打てるか。デヘアのセーブ、まだインプレーです。ヘディングは枠に行きません。うまく当たりませんでしたね。
ポール・ポグバ。マンチェスター・ユナイテッド、ここは盾をつくでしょうか。サポートの選手がいます。カウンターアタックに入るか、どうする、入るか、ゴール、勝ち越しです。サポーターの様子をご覧ください。これは信じられません。ただまだ時間はたっぷり残っています。喜ぶには早いと思いますよ。劣勢が予想されていましたが、蓋を開けてみればシュート数でも上回っています。はい、これもいい攻撃でしたね。相手を完全に押し込んでいます。リードについては監督もかなり喜んでいるようです。チームの雰囲気が変わりました。ポグバ、今のところポゼッションはマンチェスターユナイテッドが上回っています。しかしほとんど攻撃らしい攻撃ができていないんですよね。同点に追いつくためにはシュートまで持っていきたい。あっと、1対1の場面でしたが決めきれません。明らかな決定機だっただけに力が入りすぎたんでしょうかね。ブルーノ・フェルナンデス、これは見事に奪いました。ブルーノ・フェルナンデス、さあどうする。ボールをドリブルで運んでいます。来たか。このパスは読んでいました。ブルーノ・フェルナンデスだ。アントニー・マルシャー、押し込めるか。前半終了です。スコアは1対0。後半はどのような試合になるでしょうか。キックオフです。このパスはまっすぐ相手に渡ります。サイドにスペースがあります。サイドを崩してチャンスを作った。これは大きく外れました。ヘディングのタイミングが合わなかったようですね。福西さん、ベガルタ仙台の次の試合ですがどう思われますか。はい、次はウエストブロムウィッチアルビオンです。プレミアリーグでの対戦ですね。このカードの勝敗は予想がしやすいでしょう。カウンターも狙えます。抜いた、周りを確認したい。素晴らしいゴールです。カウンターが決まりました。うまく引き込まれた感じでしょうか。カウンターへの警戒が少し薄かったかもしれません。今日の試合、ここのホットラインからことごとくチャンスを作っています。鈴木武蔵、狙える位置です。鈴木武蔵、素晴らしいヘディング、ヘディングで決めました。頭でしっかりボールを捉えてますね。これで2ゴール、ノリに乗っています。
ポグバ。ゲームを作るパス、またまた通ります。アントニー・マルテ。これは見事なインターセプト。福西さん、格下と見られたチームがリードしていますが、これはこのまま行ってしまうんじゃないでしょうか。そうですね、全員が集中を切らさないようにしっかり戦えば、このままの結果というのは十分考えられますよ。ユナイテッドのチャンスになりそうです。このカットは大きい。しっかりと奪いました。カットされましたが、まだチャンスか。アジョセ・ペレス。仕掛けてくるのか。突破した。キーパー止める。間一髪のところで素晴らしいセーブを見せてくれましたね。チームにとっても頼もいいところを見ていました。ここはデヘアが見事に止めました。アントニー・マルシャル。ブルーノ・フェルナンデス。サイドへパス、横に展開してきます。マンチェスターユナイテッドが選手を交代します。ボールは相手に渡ります。ボールをクリアします。ここからどうするのか。うまく読んでいましたね。アントニー・マルシャル。ここはカウンターのチャンス。おっと、これは面白い。いいカウンターだったんですが。ゴールを大きく外してしまいました。はい、最後に慎重さが足りなかったようですが、チームの力をしっかり見せました。両チーム交代があります。スコット・マクトミネイ。さあ、味方も連動して動いてくる。空いているスペースが見えたか。キーパーが前に出てボールを抑えた。チャンス来た。副審の旗が上がっています。これは残念。セルジー・サンペル。素晴らしいボールです。いい位置です。狙った。決まった、決まった。ゴールです。すでに勝負は決まっていますが、とどめの一撃ですね。最後まで集中力を切らしませんね。試合はほぼ決まっていますが、まだ点を取りに行きます。素晴らしいですね。この得失点差が後々に効いてくるかもしれませんよ。大量リードをもらって、監督も自然に笑みがこぼれています。試合も終盤に差し掛かりましたが、厳しい展開になっています。試合はここで終了です。福西さん、今日は完全なワンサイドゲームでしたね。そうですね、相手が相手ですし、もうしょうがないですね。